皆さんこんにちは。大分のサバゲー YouTuber マッキーです。今回はですね、サバゲーをするときにどこにカメラをつけるかっていうお話ですね。まあサバゲーっていうふうに言ってますが、例えば釣りとかね、アクティビティ、自転車だったりアスレチック、いろんなことにアクションカメラって使えると思うんですね。僕が使っているのがこちらの GoPro の Hero8、 本当に高性能なカメラなんです。で、今回の動画はですね、3つ取り付けるアイテムを変えております。まずはですね、GoPro 純正のこのヘッドバンドっていうのかな、これですね、ここの部分に GoPro がつきます。目線よりちょっと上に、カメラがある感じですけどね。もう一つはこちらの、チェストといえばいいのかな、ちょっとベストタイプの、これも GoPro のものなんですけどね、装着してみるとこういう感じになります。この部分ね、ここに GoPro がつくわけなんですね。そしてもう一つはこちらの、先日の動画に出てきたヘルメットですね。で、ここの部分ね、ここにこういう感じでアダプターをつけることができるんですね。で、このアダプターなんですけれども、2つ買ったんですが、もう来た時には黒の方、ここはもう折れておりました。なので取り扱い注意ですね。強力な両面テープで留めてもいいし、ビス止めでもいいんで、そんなに気にしてないです。で、こちらの場合は、GoPro がこういう風に逆向きにつきますね。で、だいぶ目線に近いですね。どういう風に撮れてるのかもですね、合わせて皆さんにご覧いただきたいと思います。それではご覧ください。マー君です。今日もよろしく。もうちょっと笑って、ちょっと分からんやろ、笑っても , 笑ってめっちゃ笑顔や、今今めっちゃ笑顔や。帽子をかぶってる上にこれをはめ込む感じですね。で、構えていくというような画像をご覧ください。ヘッドストラップなんですが、すごく手軽に購入できて使いやすい、本当に素晴らしいアイテムですね。ただ帽子をかぶった上からかぶることが多いんで、ちょっと手間かなっていうところはありますね。ただこの見え方は素晴らしいと思います。さあ、今度はですね、胸ですね、ここにつけて、動画を撮ってみたいなというふうに思います。で、ここにつけるとですね、やっぱりこの手の動きというか、さっきマー君と話をしてて言われたんですけど、 FPS っぽいと。僕 FPS やってないんで分かんないんですけど、ちょっとやってみましょう。どうですか、 FPS っぽいですか。胸の前にあるんで、どうしても手しか映らないっていうところあるんですね。で、これはね、サバイバルゲームというよりかはどちらかというと釣りですね。釣りに使う時にはちょうど目の前にリールがあるんで、ベストポジションです。最後はヘルメットとマウントのこのコンビネーションですね。はっきり言って僕はこれが一番好きです。というのも、頭にガッチリ固定されているんで、ストラップと比べてブラブラすることないんです。それがすごい安心感になって、なおかつ帽子よりやっぱり頭を守ってくれるんで、そういったやっぱりこう安心感もありますよね。で、これをかぶっていればヒットした時もそんなに痛くないし、実は先日テレビロケで巨大アスレチックにいた時もこのヘルメットかぶっていたんですけども、いろんなシーンで活躍してもらおうかなって思ってます。ということで、3つの見え方で皆さんにご覧いただきました。どれを選ぶのかはあなた次第です。どれもいいと思うんですけどね。皆さんが動画を撮る時の参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。マッキーでした。バイバイ。